はいいよろししくお願いします、えー、今回は数の積積分と面積丸にやや複雑編をお送りします、えー、このタイトルのねネーミングセンスのなさに関してはまスルーしてくださいこれが限界だったで今回はねこの2問やっていきますのでまず1回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思いますいいかな では早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします。よしじゃあ行きましょう。では、まあ、タイトルにあるようにねやや複雑ということで前回が基本編だったんですけどそれのまあ若干応用というかちょっと難しいのやっていきます。でもしこの積分と面積の単元そもそもちょっともともとの基本が不安だなっていう方は是非ねあの右上のビックリマークか下の概要欄にリンク貼っておくので前回の基本編をやってから聞いてくれるとあの吸収しやすいと思うんでよろしくお願いします。 でまず1番はですねこの曲線とこの直線に囲まれた部分を考えていくんですがこっちが x イコール y ス1なんですよ。ってなってるので、まあ、これね y イコールに直しても解くことはできますできるんですがこっちをこうされているので、まあ、こっちも x イコールで攻めていきます。なのでちょっと移行してねこいつとこいつの関数を考えていきましょうと。でまあこれのグラフをまず考えていくんですが。 ちょっとね x イコールなので普段のよりは書きにくいところもあるんですけどまあ y に0、x に0を代入して考えるとまあグラフを書きやすいですまずこれは y に0入れてみると x イコールマイナス1ですよねってことはマイナス1の0を通るからここを通る x 切片で x に0を入れてみると y2 乗マイナス1が0つまり y2 乗イコール1なので y はプラスマイナス1ですね ってことはプラスマイナス一ここを通る二次関数ねこっちカーブの二次関数にまあこういう感じよになりますこれがこいつね関数としてはでこっちも同じように考えていって y にゼロを入れると x は一ですだから x が一の時にゼロで x にゼロを入れてみると y はマイナス一なんでここですねこことここを通るこれ直線なのはわかるから。 ここを通る直線まあこういう感じです。なので今はここの面積囲まれてる部分ねここを求めてるんだっていうのをまずねピンときといてください。でですよで前回の基本編多分3問あったうちの2番かな2番でやったとこなんですけどこれ x イコールでまとめてるのでこう。 こうやって切って区間で切って面積を考えるんじゃなくてこっちで考えますこっちだからここからここまで,でここはマイナス1って分かってるからいいんですけどここからここまでの区間で面積積分を考えるんですだからここ必要なんだよねでここどうやって求めるかっていうとこれはま交点なんで。 こいつとこいつを連立して解いていく。で連立はまあ第二法を使うと楽なんで y プラス1を x ここに入れてあげるとちょっとまとめますね入れてまとめるとこうなります。これ入れただけですここね。でこれはまあ因数分解さっとできるのであちょっと待ってただったったったたた危ねえマイナスでできねえなーと思ってこうですね y プラス1 こうです。ってことで y は2とス1と出てきました y,、えっと、y のこれ工程の y 座標ですね。では y 座標ス1はこっちで使ってますってことはここが、えー、2になります。だから積分区間をス1から2で考える。ね、-1 から2で前回もやったように上にある関数から下にある関数を引き算します。引き算するで今 こっちだよ。X 軸はこっちがプラスなので、こう見てください。こっちに目を置いてこっちを見る。だから、こっから見ると上ってこっちだよね。だから今この直線の式が上。こっちが下になるから、まあ一回ちゃんと書くと、上の式、引くこいつ。だから Y2 乗。まあ、マイナス配っちゃってプラス1とこうなります。で、dy ね、今ね。y に関するだから。 で中まとめるとマイナス1の2、えー、マイナス y2 乗プラス y、えー、プラス2イコールあー dy だねでこれはそれぞれ積分してねマイナス3分の 1y3 乗プラス2分の 1y2 乗プラス 2y かで、やっても構わないんですけどこれ6分の1の公式使えるのでせっかくなんで使っちゃいましょうまずマイナスちょっと出しちゃいますね出すとこのね中がさっきあの因数分解しましたけど まあこうなるわけです。マイナス出せばね。で、ね、ここの積分区間のここの数字とこの因数分化した。答え、その解の部分ねが一致しているので、これ公式が使えます。どう使うかっていう、ちょっとマイナスはね。と置いといて、ちょっと公式でまとめようか。これの公式はマイナス6分の1で今解ありましたね。まあ、積分区間のこの2個の数字です。どっちからどっちあえっとごめん。上から下を引いてどっちかじゃねえや上から。 下を引きま,すまあ引いたんでプラスに変わりましたけどこれの3乗です。いいかな。ってことでこれ中括弧にしたからきれいやったね。こう。これが公式。まあこれちょっとねマイナスは除いて考えますけどこの部分の公式はこうなります。マイナス分のえー、と引いて3乗でこれが3の3乗なので6分の27。でマイナスマイナスはプラスに変わってるから6分の27だから。待、ま、って違う。3分のじゃねえな。2分の9か。 うん、これで終了ととなりますあもっと下行けたねね全然ねいいかなでいさっきも言いましたけどこれはえっ、ー、となんだっけこの区間 <laughs> X 区間でやることもできます。でちょっと全部やると動画長くなっちゃうので簡単に説明するとこれね Y イコールに直すと。 ちょ無理直そうか。y イコールこう持ってくるからプラスマイナスルート x プラス1になります。でこれはプラスマイナスっていうのはルート x プラス1のプラス部分が上です。マイナス部分が下を表します。グラフとしては。で直線の式はまあまとめ直すだけなので x マイナスこうだね。でこの二つで考えていくんですけど、今ちょっとここの交点2を入れると三個こうなります。 だからマイナス1から3までで考えられるじゃんって気もするんですけどここで切らなきゃいけないんですここ面積を分けて考える必要がありますなぜかっていうとまあこれ0だね0から3までこっこ見てね0から3までですこの区間っていうのは上にこの曲線こっちねこいつこいつ上にこの曲線下にこの直線っていう関係になってますだから 上から下を引いて0から3で積分すれば右側のここの面積は出てくるんです。でも左側見てください。ここ直線関係ないんですよ。ほら。この曲線で賄ってるから。だから一気に出してもいいんですけど、まあ上と下対称性で同じなの分かってるから、この上の部分だけをこの関数か、この関数。ルート x プラス1をマイナス1から0でまあ積分して、それをかける2。 すれば面積同じだからねその2倍の面積ってやれば左側と右側足して同じ2分の9にはなりますそう出せることはできるんですけど明らかにこっちののが楽なのねだからもちろんそのさっき言ったように y イコールに直してこのね x の区間で積分しても考えることはできますできるけれども、まあ、この場合はこっちの方が楽かなと思いますので、まあ、よかったらねこの x の区間でもやってみてくださいさあでは2番まいりましょうでこいつはですねこの グラフはいいね。y x2 は分かりやすいんですけどこのグラフはなかなか分かんないね。俺も分かんないもんこれパッて見た時なあどんなんだろうなっていう。でちょっとグラフが分からないんでまずちょっと交点考えに行きます。どうせその交わってる交点の部分であのか積分区間がね変わっていくので。でちょっと一応書いておくとこいつは分かってるからね。y=x2 乗なのでちょっと曲がっちゃったごめん。 こんな感じねであとあいつが問題ないよ。ただまあ交点考えていきましょうと。で同じように連立方程式でつなげてで今こうなりますよね。で分数嫌なんで分母切りにいくんですけどこれ x 乗プラス +1 でゼ0になりえないのでまあそのまま切っちゃいます。で切るとこうなると。でまとめます。 まとめると x 4ス x ス 2, 2 x 0とはいこいつを解きにいくんですこれでまず x はねこれくくり出しができるんで出しましょう3乗プラス x ス2問題はこの括弧の中の三次式ですこいつの因数分解を覚えてるかどうかっていうでこれね自分がやった方あの思いついた方が組み立て情報しか思いつかなかったんでごめんなさいもっと楽な方法あるかもしれないんですけどこれ組み立て情報でいきます えっと懐かしい、数2でね、やったやつです。この部分を、えっと、x を代入して0になるものを探します。で、これ見つけやすくって、これ1入れると1、1 1く2で0になりますよね。あ、ってことは1が解が立つって分かるから、あれですよ、左上にこう、これね、左上じゃないって言われたんだよね。自分左上立ってたから、ごめん、こっちでいくんだけど、ここに1を立てますと。で、係数の数字書いていきます。3乗の係数が1、2乗の係数がないんで0、1乗の係数が1。 定数項がマイナスとここうう書きますこうねでまず1を下ろしてきて1って書いたらこことここを掛け算した答えを書く足して1掛け算して1足して2掛け算して2でここはまあ0になるからね今回の場合はこうなりますでこれで何が分かったかっていうとこのね組み立て情報をやることによって後ろの部分ここはまず1を立てたので。 x マイナス1っていうパーツ項が出てくることがわかります。これを立てたからね。で残りのこの部分、これあまりなんでこれゼロ無視でいいです。ここの部分は二乗一乗ゼロ乗です。つまり x 二乗プラス x プラス2イコールゼロ。これで因数分解完了です。であとはここから答えですね。答えの部分が x はまあこれあるからさゼロはわかるよね。ゼロ でこのカッコもあるるかから1が出てくのも分かりますであとはこれね最後の括弧を満たす0あるかなって考えるんですけどこれ実はちょっと出しましょうこの部分あの平方完成すると分かりやすくて平方完成するとえマイナスプラス4分の7かこうなるんですよねってことはこいつ2乗で正でしょここも正だから0にならないんですよねこいつだからこいつ解持ってないんでイコール0を満たす解を持ってないんで結局これだけです0と1 で、こんなね、えっ、ー、と、組み立て情報も使ってごちゃごちゃやってきましたけど、今分かったことは、この二次関数とこの関数の交点が0と1、ここで交わってることが分かりました。グラフは書けない、まだ。後で書くけどね、ちょ、こんなんだよって書くけど。で、あと大事なのは、ここに交点が分かってるんですけど、このね、この関数が上に来るのか、 下に来るのかで変わるわけよ。だって、どっちからどっち引くか変わっちゃうからね。で、その調べ方としては、これは簡単で0から1でしょその間の数、例えば二分の一とかでいいです。0から1の間の数1個選んで代入すればいい、そこに。例えば二分の一で入れてみると、えー、っと、ちょっとな二、ま、<laughs> !2 分の1入れると、こっちは4分の1ですね。4分の1。 で、ここに2分の1を入れると、下が、えっ、ー、と、4分の5か。4分の5分の1か。になるから、結構これ5分の4と一緒ですね。5分の4。こいつ、2分の1入れると。で、まあ、これ、通分すると、こっちは20分の5。ね。あっちは、えっ、ー、と、20分の16か。ってことで、こっちの方が大きいんですよ。ってことは、この関数、ちょっと分からんけど、この2ゼ0から1のね。0から1の間では、 上にあるんだっていうことが分かるんですこれで。ね、だって2分のあの交点が0と1しかないから途中で交わることはないんだもん絶対にだから01区間のどっか1箇所で上下調べれば1個上って決まればずっと上なの交点もないからその間に。でこれさえ分かっちゃえばあとは、えー、面積ここでしょ囲まれてるのこの部分なんでインテグラル0から1の上にあるのはこっちなので。 x2 2x 乗プラス1分の x 引くことのこいつ x2 乗の dx であった OK ですよっていう。いいかなで <laughs> えっとこれはちょっと懐かしいですね。この形下の分母の微分したものがそのまま乗ってます。x 2乗プラス1微分すると 2x ね。そのまま乗ってるっていうのは。 ログ絶対値分母をぶち込むっていう積分ができますんでこれ積分するとこうなるでこれはまあ普通にねマイナス3分の 1x3 乗とおいー喉がでこれで OK ちょっと下結構入ったんで少しもうちょっと持ってこっかで入れていきましょうまず1から入れるとログ2ですねでログ2って決定するから絶対値外れますログ2でマイナス3分の1 ね、0を入れるとログ1も0だし、こっちも0だからね。結局これが答えか合ってる探してます。合ってるね。オッケーです。あ,あ、だいぶごめだいぶ幅ができちゃった。まあ、こういった形になります。で、結局ですね。このグラフはまあ、ちょっと簡単に、ね、こんな感じでとこういうグラフになります。こいついいかな？ ただまあポイントとしてはまあ大体がねグラフかける問題が定期テストとか多くなります、まあ、受験とかになったらかけるの出てくるけどでその場合はまずこうやって交点を出しに行きます交点がないとね囲まれてる部分分からないのでそこを出しに行きましょうとで交点の x 座標が01分かりましたじゃああとはどっちが上なんすかっていうよくさこうね二次関数がこのカーブだからさどうしてもこうなってるイメージはできるじゃんでもこうなってることもあるからね こういういカーブなってるる可能性もあるからだからそうなってると y x2 スこっちになるからさだから必ずどっか数字1個入れてどっちが上代償関係を確認してでそれを確認取れた上で積分するという流れでぜひやってくださいちょっと今回めっちゃ板書増えるかなと思って結構画面引いたんですけど余計にちょっと見にくくなっちゃったねまあこんな感じで次回ちょっと頑張りますいいかな まい、あ、ろんな技ねちょっと出てきましたけどもこのまあ6分の1公式だったりとか、えー、と組み立て情報とかも使いましたこれちょっとごめんなさい違うあのやり方があったらあの書いといてくださいコメント欄に、まあ、こういう組み立て情報とかあとはね、まあ、この辺の懐かしい積分もありましたけど、まあ、この辺も含めて是非ね復習しておいてください。では今回はね数3の積分と面積丸にやや複雑編をやらせていただきました。 で、次回はですね、一応三角関数、まあ、コサインサインはちょっと外せないんでね、この面積のとこで。それに特化した問題やっていきますので、よかったら次回の方も見てみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。